ソバッパギー、リアラ教皇室のマロンでーす。はい、今回はドッキリ企画ということで、こんな企画を用意しました。お宅に彼女ができたら友達はどんな反応するのか。はい、というわけで今回、協力していただけるのはこちらの方です。みゆちゃん。はーい。あ、かわいい。みんなかわいいですよね。もうどう見ても美少女ですよね。しかしみゆちゃん、実はジンくんの部屋チャンネルというところで活動している男の子なんです。はい、こんにちは。こそばジンくんの部屋、ようこそ。杉本ジンです。よろしくお願いします。あー、分かってても可愛い。はい、今回ですね、みゆちゃんにですね、僕の彼女役を演じてもらってですね、今からアツキとドラゴンと会う約束があるので、アツキとドラゴンに僕は彼女をできましたと、お伝えしたらどんな反応するのかを見て、いいところで実は男の子なんですと言ってもらって、さらにどんな反応するのかを見ていきたいと思います。楽しみ楽しみ。それじゃあ早速いきたいと思います。意外と天気もね、良かったしね。あ、そう、なんか雨の予定、確かに、うん、そうまあでも良かったなと思ったけど、ね、動画あげたいよな。そうだそうだ、ちょっと言いたいことあるんだけど。何か聞きました俺。いや、え、特にそういうんじゃないんだけど、それとね、彼女ができまして。え、何、マジで。いや、ちょっと彼女が今下まで来てる。いや、マジで。下まで来てる、うん、何急に。いや、ちょっと俺も驚いたんだけど、ちょっと紹介してもいいかな。まあ、いや、いいですけど、別に。ちょっと読んでくるね。おい。マジか。マジで。マジか。やべえ、なんかすげえ急にドキドキしちゃう。そうだね、俺も手汗がやばいんだけど。何言ってんのこの人。やば。やべえ。どんな子なんだろう。下に来てるって言って。やばいね。やべえ。なんかそわそわするんだけど。マジで。やばいっすね。めっちゃ緊張。おぉマジか、やべえ、本当だった。彼女のミュウです。あ、マジか。あ、よろしくお願いします。うわー、やばいってか、やべえ、普通にめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いって。リアラキバボーイズのドラゴンです。よろしくお願いします。あすみあつきです。よろしくお願いします。え、ミュウさん。はい、ミュウさん。うわー、マジか、やべえ。ちょっと、ね、座ってください。ぜひ、せっかく来てくれてるなら、ねえ、やばっ。じゃあ、こっち行きますよ、ね。そうね、ちょっと。え、これこっち行っていい？大丈夫ですか？え、マジか、やばい。ちょっと。何きっかけですか？ちょっと友達の紹介で。うわー、出た。やべえ。マジか。マジか。てか、やべえ。めっちゃ可愛いっすね。いや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 。やばい。ちょっと何、オタクのドリームかよ。オタクのドリームじゃん、マジで。アニメが好きみたいな。あ、そうなんだ。はい、ちなみに何のアニメが好きみたいな。一番好きなのは軽音が好き。あー、軽音俺もめっちゃ好きなんで。大好きだよね。うちのネスも大好きなんで、うん、はいはい、そうなんですよ。話がめっちゃあって、うん、そう、うん、そうわー、やばい。じゃあ一緒にアニメ見たりとか。あ、そうそう、映画とか見たり。だったよ、俺やばすぎ。マジか。うわー、ちょっとなんだろう、俺すげーダメージ食らってんだけど、すげー汗かいてるんだけど俺。でもお家だと結構甘えてくるんですよ。おい、ちょっと、いや、気さくねー、なんか。甘えてくる。ちょっと甘えてやな。帰ってもらっていいか。もういいよ、今日の仕事は。もう、 うわやば。あ、すいません、お手洗い。あ、もちろんもちろん、全然全然、うん、いらっしゃい。いやー、なるほどね。あおい、何やってんすか。やりましたね。やばいや、ありがたい、なんかありがたい。マジやべえよ。いや、ほんとすげえよ。やばすぎ。え、超可愛いじゃん、マジで、うん、本当にね、めっちゃタイプで綺麗な顔してました。ちょっとさすがにまだそこはまだ生々しいな。聞きたくねえな。だって初めて彼女ですよ。やば、手とかも繋いだんですか。そうですね、繋いだ。ドキドキしたでしょ。いや、本当ドキドキ。もうねえ、すげえ酒飲みて。もういい、今日やめようね、撮影。おかえりなさい。おかえりなさい。すごいな。いやー、なんだろう、いやー、すげえ嬉しいっす、うん、嬉しい、本当に。めっちゃいいじゃん。あ、ごめん、ちょっとザカルとかって言う。あ、はいはい、ちょっといらっしゃい。いやー、なるほどね。すごい、やべー。
普段なんて呼んでるんですか。普段の家族。いや、うわ恥ずかしい、やばい、やば、家族、家族か、やばいじゃん。いや、本当にね、マジでマナさん性格めっちゃいいんで、本当に優しい、本当、なんかやっとこうね、いい相手が見つかったなと思うんで、いや、なんかね、俺らから言うのもちょっとおかしいかもしれないですけど、本当 本当にマロンをちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。結構意外にね、あの優しすぎちゃうせいでなんかイライラすることがあるかもしれないですけど、これからもよろしくお願いします。マロンはね、絶対裏切らないと思うんで、そう、絶対大丈夫だと思うんで、いいサポートしてあげたらと思いますね、本当にお願いします。いや、あ、そうだ、はい、一つ 言ってない言葉あったんですけど、はいはい、実は私男なんですよ。え？え？え？はい、今日はドッキリでした。イエーイ、大成功。よく分かってないです。あのですね、今日はですね、はい、お宅に彼女ができた時の友人の反応っていうドッキリで、ジン君は正真正銘の男の子です。ちょっと待って、いろいろちょっと待って、フィービーが出ないんで、置いていけないんで。あそこにカメラあるの気になかったですか？はい、え？カメラこう？どれ？どこ？あそこ、いや、わかるわ、わかるか、お前マジ、え、本当に男の子、男の子、うわ、ちょっと待ってこのドッキリはマジでマロンやりやがったと思ったもんね。むしろ付き合ってもらっていいですか？でもね、ちょっとね、扉を間違えそうになっちゃう、そうなっちゃう。マジですか、本当に。というわけで、ドッキリ大成功です。ドッキリ企画でしたが、騙されたお二人いかがだったでしょうか？むちゃくちゃ可愛いじゃないですか、うん、これならいけるなって思っちゃうわかる、ちょっと選択間違えそうになっちゃう。確かに確かに、ただ俺ドッキリ大成功だったなって言った瞬間ちょっと悲しくなりますね俺はなぜこんな彼女がいないことを高らかに言いたいいや、でも本当におめでとうと思ったんだけどな、まあね、近い日があったらいいんですけどねもしかしたら忘れ物になるかもしれないですけどね。してたらジン君ここはいかがだったんでしょうか。今回騙すの快感もちょっと実際付き合ってないんですけども、もしかしたらね、あの付き合うこともあるかも。めっちゃドキドキしてますが、いや、早くもいいですよ。いいですか。俺たちは許しません。ジン君が良ければ。はい、というわけで今回あのジン君とのコラボなんですけど、ジン君の部屋チャンネルの方にもやらきょうごうじのコラボ動画が上がってますので、概要欄の方に URL があるのでチェックしてください。よろしくお願いします。では今回のお相手はリアルアキラボーイズとジン君の部屋の杉本仁でした。ありがとうございます。バイバイ。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。